今年からNISA始めて40歳です。今の独身、実家済み公務員です。貯金額100万あるので、iDeCoも始めようと思ってます。他に200万程度NISA以外の口座で配当金目当ての投資もしたいと思います。リュクさん、上記いただきたいです。今年以内であれば、旧NISA が申し込めるので、旧NISAに全額ぶち込んでください。1年間であれば、400万か600万か確か突っ込めなさんですよね。旧NISA。で、旧NISAは、実は申し込んどくと、もう新規では申し込みできないんですけど、課税されないっていうのが、120万だっけ、限界。まあ、新規では申し込みないんですけど、課税されないのが永遠に残り続けるので、なので、とりあえず旧NISAに申し込めるだけ申し込めばいいんじゃないかなと思いますけど。で、まあ、新NISAもiDeCoもやればいいんじゃないかなと思いますけど。あと、まあ、あんまり、僕の、買い方は人に勧められないんですけど、そんなにお金持ちじゃない人が株買ったところで大して儲かんないんですよ。例えばじゃあその200万円の株を買いました。で、じゃあ 2% の利回りでしたって言われても4万円なんですよ。要はその200万円突っ込んで 2% 利回りって結構いいんだけど、でもたった4万円なんですよ。で、それ考えるんだったら株主優待の方が結構得だったりするんですよね。要するにその100万円で買うだけで、そのなんか1万2000円分のなんかファーストフード食えるような株主優待券がクリアとかあるんですよ。で、もちろん配当もあるし、株価も徐々には上がっていくんですよ。なので、ビビたるもんなんですけどね、株価上がるとかは、ただの一般的なレストラン的なところなので、ただ株主優待券っていうのは、株主優待券で来たとしても、税金払わなくていいんですよ。要するに、例えばじゃあ、配当で1万円もらいましたってなると、今だと2割3割持ってかれるんですけど、税金が。でも1万円分の配当って税金払わなくていいんですよ。っていうのがあったりするので、なので、じゃあ株主優待ね。株主優待は税金払わなくていいっていうのがあったりするので、なんで株主優待目当てにするっていうので、昔僕株主優待の、銘柄を買いまくるっていうのをやったことがあって、なので、スキヤとか、サイゼリヤとか買ってますけど、こっちに住むようになって、スキヤとかそんな行かないじゃないですか。なので、日本に帰るたびに、毎日のようにスキヤに行くとか、モスバーガーに行くとかっていう、ひたすらこう、ファミレスに行き続けるっていうのをやって、株主優待券をなんとか処理するっていうのをやってて、これはこれで何なんだっていうのを思い始めて、株主優待券派閥っていうのをやめたんですけど、でも割と株主優待は結構効率いいのがあったりするんですよ。蕎麦屋のね、キネ屋っていうところがやってるやつとかが、割とね、結構、新宿とかでも3、4店舗とかあって、で、なんかタイ料理屋さんとか、銀座にあるタイ料理屋さんとか、東京都の八重洲か。あと、市ヶ谷とかにあるタイ料理屋とか、っていう感じで割となんか、あんまり有名じゃないんだけど、ちょこちょこ使える、株主優待のそのなんかのグループがあって、そのキネ屋っていうやつとかは結構、日本に住んでる間よく行ってましたね。はい。